岡本委員、はじめに食品ロス削減の取り組みの拡充について伺ってまいります。平成28年9月の決算特別委員会において私から家庭から出る食品ロス削減のためにフードドライブの常設窓口の設置と回収した未使用食品を区内の子ども食堂や多世代食堂に循環させる仕組みを構築するよう求めたことに対し、区が本年度よりエコプラザ用賀とリサイクルステーション千歳台の2カ所にフードドライブの常設窓口を設置し、回収された未使用食品を子ども食堂などに届ける仕組みの構築を開始されたことを高く評価いたします。まもなく常設窓口の設置から1年になりますが、常設窓口設置による食品ロス削減の効果を伺います。笹本清掃リサイクル部事業課長。はい、区内の家庭から出されまだ食べられるのにもかかわらず、廃棄されている、いわゆる食品ロスでございますが、平成28年度のごみ収集量から約4500トンと推計しております。これはごみ収集車約3000台分に相当しますので、区としましてもごみ減量の一層の推進のために食品ロス削減に取り組んでいるところでございます。食品ロス対策の一つとして平成26年度から区内で行われる区民祭りなどのイベントにおいてフードドライブを実施してまいりました。また平成29年4月からは2つの普及啓発施設で常時受付を開始いたしました。この2月末までの実績といたしましては、イベントにおいて 145kg、 常設窓口では647kg の食品類をご提供いただきました。率にしますと常設窓口で約8割が寄せられたということでありまして、非常に大きな効果があったと認識しております。以上です。委員長。岡本委員、はい、ただいまの答弁でも明らかのように常設窓口の設置により家庭から出る食品ロス削減の大きな効果が現れているとのことですので、さらなる常設窓口の拡充について今後の区の具体的な計画を伺います。事業課長。笹本課長。はい、提供された約8割が常設の窓口であることから、区民の皆様が気軽に食品を持ち込むことができる窓口を拡充する必要性を認識しております。そこで、平成30年4月から本庁舎でも常時受付を開始しまして、区民の皆様への余剰食品の提供を広く呼びかけてまいります。今後はさらに常時受付窓口を増やしていくことを検討しておりまして、さらなる食品ロス削減に向けて取り組んでまいります。以上です。委員長。岡本委員、はい、今のフードドライブの常設窓口を来年度、来月4月から本庁舎に設置してくださるとの嬉しい答弁をいただきましたが、広い本庁舎ですので区民の皆様に常設窓口の場所が分かるように上り旗を立てると、周知の工夫をぜひよろしくお願いいたします。次に事業系の食品ロス削減の取り組みについて伺います。昨年8月に視察に伺った長野県松本市では、市内の飲食店などの協力で宴会の最初の30分と最後の10分間は自席で料理を残さず食べきる3010運動の例行をコースターやポスターなどを作成して意識啓発を図る取り組みを実施。また横浜市では今年2月から4月にかけてグルメ情報サイトホットペッパーグルメにと共同で市内100店舗の協力を得て、飲食店で食べきれなかった料理を気軽に持ち帰ることができるシェアバッグを制作し、希望する来店者へ無料提供の実施が反響を呼んでおります。これまでも会派として再三求めてきましたが、今後区として事業系の食品ロス削減へのどのような取り組み計画か区の見解を伺います。事業課長。笹本課長。はい、食品ロス対策としまして、これまで家庭で余った食品を受け付けるフードドライブや、毎年11月に全国配布をしております資源ごみの収集カレンダーに食品ロスの削減に関する情報を掲載するなど、広く食品ロスの現状を訴えてまいりました。国、これは農林水産省でございますが、推計では平成26年度の日本全体の食品ロス621万トンのうち339万トン、約 55% に当たりますが、これが食品製造業や外食産業などいわゆる事業系の排出として、カウントされております。こうした現状を踏まえ、平成30年度は
小売店や飲食店から出される事業系食品ロス対策としまして、現在実施しております小学生によるお買い物体験に加え、区内飲食店向けに宴会などにおける食べ残しを削減する、今委員紹介していただきました3010運動の推進や小盛りメニュー提供等を広く周知してまいります。具体的には国がひな型を提供しておりますポスターやポップを活用し、区の施設や協力いただける店舗等に掲示するなどを検討しております。昨年ですね、第1回食品ロス全国大会がお話の長野県の松本市で開催されました。ここには100以上の基礎的自治体、都道府県、国の省庁、環境省、農水省、消費者庁ですが、また食品関連企業など多数の方が一堂に集い、食品ロスに関する情報交換を行いました。そこでは毎年10月30日を食品ロス削減の日と決定するなど、食品ロス削減に向けた全国的な機運が高まってきております。引き続き国や全国の自治体の動向を注視しまして、食品ロス削減に積極的に取り組んでまいります。以上です。委員長、岡本委員、はい、本区として食品ロスへの発生抑制を着実な取り組みの推進を求めまして、次の質問に移ります。次の質問は、大規模災害を想定した避難所へのペットの同行避難の訓練について伺います。東日本大震災から7年、熊本大地震から2年が経とうとしております。これまで被災地でペットの受け入れの課題を通し、区の92カ所の避難所でのペット同行避難訓練の必要性を訴えてまいりましたが、この5年余りで残念ながら絹田地域、世田谷地域の避難所各1カ所で実施されているにとどまっております。それ以外の避難所では実施がまだされておりません。避難所運営は各町会、自治会の皆さんが避難所ごとに実施していただくわけですが、新たに避難所運営マニュアルの改訂版が各避難所にこの4月から配布されますので、まずは5つの地域で1カ所ずつでも東京都獣医師会世田谷支部の先生方の専門的なアドバイスをいただきながら、ペットの同行避難の訓練をモデル実施し、着実に避難所で受け入れ対応への準備が進むよう区がサポートすべきと考えます。本日は時間もありませんので、まだ実施されていない地域で玉川地域のこれまでの対応と今後の取り組みについて伺います。委員長、玉川総合支所地域振興課長、加藤玉川地域振興課長、はい、災害時に人と動物が共に調和をしまして、避難生活を送るためにはペットの同行避難訓練は非常に重要なことと考えております。しかしながら区内には、同行避難訓練を実施していない地域がございまして、玉川地域におきましても現時点では、資機材操作等の訓練が優先されておりまして、ペットの同行避難訓練の実施には、至ってはございません。これまで玉川総合支所では平成28年に玉川地域の区民防災会議との共催で、人と動物の防災を考える市民ネットワークの代表の方を講師に招きまして、避難所におけるペットの受け入れをテーマとする勉強会を実施しております。終了後には参加者から町会活動の参考にしたいなどの感想が寄せられるなど、非常に有意なものでございました。また本年の2月には獣医師会の世田谷支部の方と玉川総合支所の職員とでペットの同行避難に関する意見交換会を行いました。この中では桜木中央や山の小学校などすでに訓練が行われた学校でのその内容や、飼い主に自宅の耐震化やペットの食料備蓄といった自助の重要性を広く区民に周知する必要があることなど、たくさんのアドバイスをいただきました。この話し合いの中で私ども玉川総合支所からは、防災塾等で、ペットの同行避難の重要性を、避難所運営組織など多くの方に理解していただくことを目的といたします、講演会を実施することを提案いたしましたところ、講師、
講師の先生方からは、協力したいとのお返事をいただいてございます。今後はこうした取り組みを広げるとともにですね、避難所の運営会議におきまして保健所、危機管理室そして獣医師会の世田谷支部の3社で発行いたしましたパンフレット等を用いまして、ペットを連れた被害者への支援に関する理解を深めまして、ペットの同行避難訓練の早期の実施につなげてまいりたいと考えております。以上です。院長、岡本委員、はい、ぜひ全地域での広がりをお願いしまして次の質問に移ります。次に東京2020パラリンピック大会に向けて障害者スポーツの振興について伺ってまいります。平成28年9月決算特別委員会で私が神戸市の障害者スポーツ振興の事例を挙げ障害者スポーツをサポートする人材を養成派遣する仕組みの構築を求めたことに対し区が早速本年度より障害のある人もない人も共に楽しめるスポーツレクレーション交流事業講習会の受講者をその後の体験会においてスタッフや補助スタッフとして活動する仕組みの強化を図り取り組まれてきたことをまず評価いたします。私は昨年9月に開催された講習会と体験会に参加させていただき日本体育大学の野村教授の下でスポーツ所管の職員をはじめ日体大生が障害者の身体機能を考慮し一緒にスポーツを楽しむことができるように身近なもので補助具を作るなど事前に入念な準備をして当日を迎えていることを知り障害者スポーツをサポートする人材の養成が一朝一夕ではできるものではないことを痛感いたしました。また障害者スポーツを地域で楽しめる環境づくりを推進するためには場の確保も重要であることも実感いたしました。ここで質問いたします。今後障害者スポーツを推進する人材の確保として例えば障害のある人もない人も共に楽しめるスポーツレクレーション交流事業の講習会の受講者に新たに修了証認定証を発行し区の障害者スポーツ推進リーダーとしてご活躍いただけるような登録制度を創設してはいかがでしょうか。区の見解を求めます。以上、スポーツ推進課長。渡辺スポーツ推進課長。はい、障害者スポーツを推進していく上では指導者や補助スタッフなど障害者スポーツを支える人材の育成またより多くの方に事業にご協力いただくことは大変重要であると認識してございます。スタッフ講習会は日本体育大学障害スポーツ学研究室の野村教授を講師に迎え講義とともに障害者スポーツ数種目の実技を体験していただく内容となってございます。この3年間で延べ132名の方に受講していただいております。今年度からは受講者は講習会の数週間後に実施されるスポーツレクレーション体験会のスタッフや補助スタッフとして活動していただく仕組みを強めまして障害のある方も参加されている体験会で多くの受講者が講習会で学んだことを実践していただいてございます。障害者スポーツ推進リーダーという名称のお話ございましたけれども今後は受講者のうち区の障害者スポーツ事業等にご協力いただいている方を区に登録させていただきまして障害者スポーツイベントや体験会にスタッフとして活動いただく仕組みを来年度から導入するよう検討してございます。合わせて議員お話のように講習会を受講した方々に認定証あるいは修了証など証になるものを交付することは受講者の障害者スポーツ活動における意欲の向上や区の障害者スポーツを推進していく上での役割こういったものも明確になると考えておりますので来年度より積極的に検討しまして障害者スポーツを支える人材のさらなる活用に努めてまいります。以上でございます。委員長、岡本委員。はい、今後ですねさらに地域において障害者スポーツを推進する場の確保として、例えば障害者スポーツ推進リーダーとして、登録された方々をチームを組んで、区内8カ所の総合型地域スポーツクラブで、実施可能なクラブからまずは年1回のイベントなどへ派遣し、障害者スポーツレクレーション活動を実施してはいかがでしょうか。地域の方々にも障害者スポーツに参加していただく機会になり、今後総合型地域スポーツクラブ内クラブが新設されることも期待され東京2020パラリンピック後のレガシーにつながるものと考えます。区の見解を伺います。渡辺課長。はい、
障害のある方がスポーツレクリエーションに親しんでいただくためには、障害者スポーツを支える人材の育成と確保、それと具体的に活動していただく場の両方をバランスよく充実させていくことが重要でありまして、双方は車の車輪のようなものであるというふうに考えてございます。こうした中で、これまで講習会にご参加いただいた方々などにご協力いただき、来年度は新たに身近な学校等での障害者スポーツの体験会の実施を予定してございます。お話にありました総合型地域スポーツクラブは、学校等を活動場所としていつでも誰でも気軽にスポーツができる場であり、障害者スポーツも含め地域スポーツの振興の中心としての役割が非常に大きいというふうに認識してございます。ご提案いただきましたように、総合型地域スポーツクラブにおいて体験会を開催することは、障害のある方もない方も多くの参加が得られるとともに、スタッフの活動を具体的に見ていただくことによりまして、障害者スポーツ事業に関心を持っていただく、あるいは協力したいと思う方がいらっしゃることも見込まれます。来年度は日本体育大学で実施している体験会とは別に、新たに区内の小学校等で計画をしておりますので、総合型地域スポーツクラブ所管である教育委員会と連携しながら、総合型クラブのイベント等での実施について検討しまして、身近な地域での障害者スポーツに関する取り組みを進めてまいりたいと考えています。以上でございます。委員長、岡本委員。はい、じゃ次に、先月24日付の読売新聞のジュニア探検隊の記事に義足の図書館が取り上げられていました。この施設は民設民営で、昨年10月15日にクラウドファンディングにより新豊洲ブリリアランニングスタジアムにオープンした競技義足を気軽に試着できるレンタル店のことです。ここには世界で多くの人が使用している子ども用から大人用までの板バネ約25分が設置され、1回500円で試着し体感ができるそうです。これが板バネで、こういう図書館を板バネを用意して貸し出すをするという、レンタル店になるんですけれども、この日本には足を切断した人がおよそ 6万人いると言われており、通常の義足は保険適用されるのですが、板バネは保険適用されないために、価格が30万から40万、高いものでは100万円になり、自費で購入することが大変負担なので、走るということが楽しめない、そういう板バネを使って走ることができる人がほとんどいないそうです。そうした中、今回この板バネを使った、体験会が行われたということで、この体験会の模様が報じられていたんですけれども、こうした取り組み、学びたいと思うすべての人々が、自由に本を手にすることができるように、足を失った障害者が走りたいと思ったときに普通に走れる環境を作ることを願ったこのような施設、これは大変感動いたしました。先般、区は上尾賀公園に整備するスポーツ施設は障害者スポーツの推進に資する施設とすることが基本的な考えであると発表されました。義足の図書館のように障害のある方々がいつでもスポーツを体感し、自分の可能性を引き出すことができるような施設が今後計画される上尾賀公園のスポーツ施設に併設することが求められます。区の見解を伺います。スポーツ推進課長、渡辺課長。はい、お話のありました新豊洲ブリリアランニングスタジアムは、長さ108メートル、幅約16メートル、高さ 8.5メートルのパネルでご紹介いただいてますように、トンネル状の施設で、陸上競技用の60メートルの直線トラック6コースに、競技用義足開発ラボラトリーを併設する、民設民営の、これは陸上競技専用の屋内施設で、2020年までの期間限定開設というふうに伺ってございます。このラボラトリーでは、技師がですね、待機する月1回、それからご自身の担当する技師を同伴した場合は週に1回、また自分で義足の装着がだとか調整ができる方、これは施設の承認を受けた場合ですけれども、競技用の義足を試着し体験することが可能となってございます。
神代川に整備するスポーツ施設につきましては、体育館と多目的広場を整備することとしておりますが、障害者スポーツの推進に資する施設とすることが基本的な考えとしてございます。障害者スポーツは障害の程度、それからご本人の運動機能によりまして取り組める競技も様々異なってまいります。こうした中で自分にはどんな競技ができるのか、またどうすればできるかなど、きっかけとなる競技用の器具や用具を試す機会を提供することができれば、ご本人の可能性も広がってくるというふうに考えてございます。委員に今回ご紹介いただきました豊洲の事例は、そうしたきっかけ作りとして大変参考となる取り組みであり、例えば区で申しますと、すでに保有している車椅子バスケットボール用の車椅子を神代川の体育館に常備し、障害のある方が試乗し、気軽に障害者スポーツを体感してもらうことができれば、スポーツに向き合うきっかけ作りになると考えてございます。どのような方法で可能となるかですけれども、施設の機能等はこれから計画してまいりますので、ご紹介の事例を参考しながら、ぜひとも検討してまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。委員長、岡本委員、すいません、ちょっと時間がなくなってしまったので次の質問を飛ばさせていただいて、最後に子どもの近くで働くことができるワークスペースの補助事業について、私の方からも質問させていただきます。総括質疑でも高橋幹事長の方からも指摘をさせていただき、本日もさまざまな会派からありましたけれども、今回区が示した一般型と広場型の2つのスキームの相違点について、簡単にまとめましたので表を確認いただきたいと思います。でまずこの一般型と広場型、この中で特に各キッズスペースで受け入れる子どもの対象年齢や人数がそれぞれワークスペースの規模に合わせて相違があることは理解できます。ただここで気になるのが、一般型の見守りと広場型の預かりと、なぜその分けたのかということです。一般型は見守りということで、で広場型は預かり、この一般型を見守りとしたことで外出はできず、保護者は外出もできず、他業種の仕事も選べない、こういうようなことが起きているという事実が表にまとめると分かります。この点について区の見解を伺います。委員長、工業雇用促進課長。葉山工業雇用促進課長。はい、本モデル事業につきましては一般型と広場型の2つの形態をご提案しており、いずれも子育てと働き続けることを両立させたい区民の方が子育て中でも子どもと寄り添いながら働くことができる場を幅広く選択できる環境を新たに創出することを目的としております。2つの類型のうち広場型はお出かけ広場の運営を要件とし、お出かけ広場においてこれまで実績のあるホットステージを参考に今回のモデル事業でも外出できることを可能としております。また今回一般型につきましては面積や人員配置等は国の一時預かり基準を順守しておりますが、事業本来の目的である子どものそばで仕事をすることを基本と考えておるため外出については想定しておりません。以上でございます。委員長。岡本委員。はい、今のですね、ちょっと話、答弁そのものに矛盾を感じるんですけれども、すでに区が昨年8月に実施した区民や事業者へのアンケートの中で、見守り付きワークスペースに対する、当事者である子育て中の母親の意見として、保護者が近くにいるのが前提だが、完全に預けて外出できないのは使いづらい、また利用できる職種が限られてしまう、利用できない職種としてはお客様に出向く営業、医療系の現場に行く必要がある仕事、対人サービス、ライターでも外に出向くとき取材打ち合わせは利用できないと当事者の率直な意見が述べられております。今回区が示す一般型の見守り対応のスキームは、子どもを育てながら職場への復帰や多様な働き方を模索している母親のニーズを真に受け止めたものとは言い難いモデルであることは明らかです。なぜ当事者の意見を聞き上げたにもかかわらず一般型には預かり機能を付加できなかったのかについて、国の補助事業の活用の観点から区の見解を伺います。
以上、工業雇用促進課長。加山課長。はい、昨年実施いたしました働き方の調査では当事者の方々からさまざまなご意見を伺いました。またアンケート調査からもいろいろな意見を伺いました。区民が多様な働き方に合わせて先ほども述べましたが選択肢を広げるため子どもの預かり機能を持つ一般型と外出できる昼間型の2種類を検討してまいりました。国の補助事業ですが内閣府の少子化対策重点事業を補助金を考えておりまして、この事業は結婚、妊娠・出産、乳幼児期の中心とする子育てに温かい社会づくり、金融の情勢の取り組みにおける仕事と結婚、子育てとの両立支援のための環境整備を対象した補助でございます。一般型においては預かりや保育ではなく子どものそばで働くことができる多様な働き方の選択肢の一つとして環境整備するもので、この子育てに温かい社会づくりにつながる内閣府の目的と合致していると考えております。以上でございます。委員長。岡本委員。はい、まあ、要するにですね、区は子どもの近くで働くワークスペースの実施のみを優先して、まあ、国の補助事業を探した。そこに内閣府の地域少子化対策重点推進交付金の活用では、まあ、すでに他の補助事業で活用している一時預かりへの重複補助は申請できないため、当事者の多様な働き方のニーズに寄り添うことができない見守りを無理やり今回のスキームに入れ込んでしまったと私は思っています。まあ、その結果ワークスペースを利用する親は子どもを預けて外出もできないことになり、利用できる職種も限定され、使い勝手の悪いモデル事業のスキームとなってしまったということだと考えます。まあ、次にこのモデル事業を運営する事業者の側に立って伺います。広場型は一度事業をスタートすれば補助金が毎年927万円支給されることになるので、定員5人分のワークスペースの利用がたとえ少なくても運営費への影響は工夫次第で抑えられると思います。しかし一般型は初年度の補助金は800万円、次年度から600万円、3年目は300万円と減額をされていくスキームになっています。利用者のニーズに合わないキッズスペースの運営により、初年度から親子の利用がほとんど見込めなければ、補助金はキッズスペースを含む12人分のデスクの賃借料や保育スタッフの人件費に費やされ、区が想定する補助期間を待たずとも事業継続が困難になるのは明らかです。特に気になるのは本区において保育人材の確保が課題の中、区は今回の一般型のスキームで保育士・保育スタッフの人件費の見積もりをどう考えているのかを伺います。委員長、工業雇用促進課長。加山課長。はい、保育士の配置につきましては、子どもが1人利用の場合は保育士1名と補助者を配置することになっております。人件費につきましては区立保育園のアルバイト賃金の単価を基本とし、保育職員2名分の人件を試算しております。以上でございます。委員長。岡本委員。はい、もう今の話聞いても私呆れてものが言えないんですけれども、アルバイト単価、これ1時間1060円ですよね。1時間1060円で2人の保育スタッフが8時間働くっていうこの単価でどうやって保育士さんが集まるのかっていうことが大きな疑問です。一般型であっても広場型であっても短時間でも集中して仕事をしたいと思う目的があって、母親は子どもを預けてワークスペースを利用するのだと思います。子どもが過ごす安心の時間がなければ集中して仕事をすることはできません。保育人材の確保の点から見ても今回の区の示すスキームは実効性が乏しいと言わざるを得ません。私の質問を終わり、高く委員に変わります。